今日は最後のページ14ページご確認ください。最後、福岡チャンネルという動画を皆様に視聴していただいて、本日の講座は以上になります。まずですね、皆様、Google、Yahoo どちらでもいいので、一度 LINE はもう閉じていただいて大丈夫です。 Google か Yahoo で今日ちょっと音声の機能を使って検索をしていきたいと思います。まずマイクのボタンを押した後に福岡チャンネルと入れていただきます。福岡チャンネル、ありがとうございます。そうすると福岡チャンネル by 福岡シティ YouTube というのが出てくると思います。見つかった方はそちらを一度ポンと押してみてください。こちらに掲載されているのが福岡市がアップしている動画になります。この動画という文字を押していただくと、いろんな動画を見ることができまして、例えば、まあ、福岡ですのでやっぱり山笠ですかね。山笠の動画とかもあります。どれか気になる動画があった方はそれを押していただくと、ちょっと私山笠の動画今から再生しますが、気になる動画があったらそちらを押していただければ動画が再生されます。停止を押していただければ止まりますし、こちら今福岡市様がアップしている動画を見ていただいているんですけれども、この虫眼鏡のマークがここにあると思います。そこに例えばラジオ体操とか入れると、このようにラジオ体操の動画が出てきます。こんな感じですね、ラジオ体操が出てきたり、あとはですね、例えばカレーの作り方とか入れますと、こうやってカレーの作り方の動画を見ることができたりですね。何でも動画出てきますので、まあ、お好きなものがあれば趣味の釣りを入れてみたりとか、ダンスを入れてみたりとかすると、ここの虫眼鏡マークからいろんな動画を見ることができますので、ご自宅に Wi-Fi などがあればぜひ見ていただくと楽しいかなと思います。こちらが動画の視聴方法のご紹介でした。これも動画ですので、ちょっと注意していただきたいのは、 Wi-Fi につないでないと通信制限がすぐかかってしまうと思いますので、1ギガのご契約の方などはちょっとお気をつけください。